どうも、ハマチャンネルです。最近家でゴロゴロフォートナイトをしています。今日は、ディアゴスティン、シャーク&ゴー、8個入りを紹介したいと思います。開けてみよう！よし！開きます！開きます。開かねえ。もう自然に開けます。力づく。でーん、来ましたよ。来ました、シャーク&ゴー。箱入りのシャーク&ゴーです。箱の中に箱が入って、はい、来ました、シャーク&ゴー。来ました、シャーク&ゴー。ポチポチ開けていきたいと思います。ポチポチ開けていきたいと思います。ここからこうやって、ここをよいしょ、開きました。シャークアンドゴー、ぐしゃぐしゃに入ってます。ぐしゃぐしゃに入ってます。箱セット、シャーク&ゴーは全部で16種類、サメの仲間たちを集めようということで、一つでも結構大きなサイズになってます、はい、ビッグサイズって書いてるぐらいで16種類あって、この後ろに種類が書いています。開けてみましょう。おなんか違うのが出てきました。何ですか？イエローマウスバラクーダです。おお、イエローマウスバラクーダ。すごいですね。早速レアアイテムゲットです。レアアイテム。イエローマウスバラクーダです。イエローマウスバラクーダです。はい。でかい。イエローマウスバラクーダ。はい、イエローマウスバラクーダが出ました。シャーク&ゴー9番。レアアイテムゲット。レアアイテムゲット。暗闇で光るイエローマウスバラクーダです。メジロサメ。イエローマウスバラクーダは大型のサメではないか、巨大な群れを作って攻撃してくるため危険な魚に変わりないらしいです。次のページは種類ですね。あ、種類ですか。レアアイテムゲット、光らせてみます。光らせてみます。光るの。じゃあ先にボヨンボヨンさせます。ボヨンボヨンさせる。伸びる伸びる。口はどんな感じですか？こんな感じです。うわ、はい、イエローマウスバラクーダ。ちょっとあの顎の下がちょっと可愛いですね。可愛いですね。ただし危険な生物なので要注意です。要注意です。4段階、5段階、6段階、7。うん、光ってますか？うん、光っ、微妙に光ってますね。微妙だよね。微妙ですね。なんか微妙な深海魚みたいになってます。ワン、ゴー。あー、ちょっと分かりづらいね。分かりづらいでした。分かりづらいでした。まず、一つ目は、イエローマウス。バラクーダでした。でした。